球場には大変な人が続けています。あ、なんか忘れてるけんじゃろ、これを殴らんでいいんだろ、これを殴らんでいいんだよ、ボール反対じゃん。殴ってないさ、これこっちとこ当てただけだよ、殴れてたら。ああ、これだよ、うち可愛い分よ。だんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか。まあ、そうですよね、そろそろあんたも大変なくないって言われるのか、出しますね、ちょっとボケは、ボケしかたこいもなんだけど、いた金属だ。うん、なんか俺が拾って帰るのしょうがない。しょうがないじゃないわ、うん、今プレーボールがかかりました。何しょうがないの、これ何かに勝負すればいいと思うんだけど、ね、ストライクです。アドプションとかかい、何でもしょうがないって言葉で言うの。いいところへ来ます。ゲームする時間があるんだからの、支払いに行けや。あ、すまんな、住所がないから私が帰る、さーっと行く。インコース詰まりました。ピッチャーが中で見張ります。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。あー、タッパ入れる、なるほどないな。打順はミッサー、ここは走らせてきますかね。まあ、当然ね、ノーマークにはできませんよね。バントしました。サードが取る、一塁送球、なんかこじきが乗ってるような事情、まだあの豊岡城のクリーンナップに入ります。ハンド寄りにあるんです。大きなチャンスを1回から迎えましたバファローズです。汚いじゃん、あのリレーションコースではあったんですが、初球を見てきました。これで結局追い込まれました。熱くないか、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。ランナーは動けませんでした。低めにとにかく丁寧に投げ込んでいきました。迎えるバッターは DH。 西さん、当然長打をここは警戒してくる場面ですね。まあそうですね、あの当然ね、それを意識したねシフトになるでしょうね。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。すぐに追い込みました。手が出ません、三振、ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう、非常に力強いピッチングで三振を奪いました。単管上でもやめてしまったのじゃん。2回の表追いかけるバファローズ、あのハンカチも1人してるということ、1点を追っていますバファローズです。インサイド変化球決まっています。これは決まった、2球で追い込んできました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスバルディース、まずは先頭バッターを三振にしとめています。なんで5000円くれるとか分かったろう、打ちました、ちょうどあれのレイト、ツーアウトになりました。1万4000円じゃない、バッターボックスには7番後藤、14万半数ツーアウトになっています。高っ、思わないわ、守備でいるお金飛んだわ。インコースギリギリ決まっています。うまっ、ストライクになります。泣かないあっという間に追い込んでいます。どうした、5000円だったのか、5000円ください。低め、昨日見ただけ5000冊あったけど、あれはもうダメ、昨日かと昨日だって、まあ、打ちました、ファウルになります。何だったの、下は見逃して三振です。スリーアウトチェンジ、300個もないよ、これ邪魔だ、あんたの声であんたのこれもできそうだっけ、これ降りたらこれと間違えそうだっけ、序盤の3回を迎えています。追いかけるバファローズ、これ選手、小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね、この後のピッチングに期待しましょう。全然見るんだ、本当に膝元への変化球、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、
なかなかこの手の財布ないよ。変化球からピン。3000以上だもんね。取りました。いや非常にハイペースで飛ばしてますね、小宮山さん。そうですね、今日は非常に調子がいいですね。300円ちょうだいね。うん。10円のうちに出すけど。やったちょうど2300円でちょうど出すけど。バッターボックスは9番。容器買いだめしてくるぞ。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。えらいね、旦那さんに何も何も持っていくよっつって言ってるんで、こうやってきたのまで何々こう立てたりたい言うてから言うの、うちだったら言わんけどねと。うん、そんな。こんなババアでも働けるけんねって言うとったわ。あ、そうですか、すいませんでしたね、働いてなってね。アウト、ツーアウト。今からでも働けばって言われたい。この中で誰が拾ってくれるの、こんな50代のおばはんをって言ったのに。インサイド決まっています。156キロがいきなり出ました。他人やなこと言われるんですか。変化球が決まりました。あっという間に2ストライクです。どうしたの、苦いものになります。いいなこと。もご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 の唐揚げかなんか食うおるの見たことある。ありえるか。ほんで、あのポンタカード出すやん。うん、確かここ、ポンタカード、どうぞ。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。ほんで、ね、私がレジ済ますじゃん。うん、その次のうち下がったんやったら、また酒持っとんが。別に勝っちゃいけんことないんだ。回は4回の表、追いかけるバファローズの攻撃になります。私もポイントカード持ってないけん、もうすぐレジ済ませますから、はい、払って、はい、もう用事がなかったら入ってていって。ミスター。それは全部で聞いてもいいよ。ボールに目が慣れてくる頃なんじゃないですかね。うん、とか、まあそろそろね、あの絞り玉っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い玉を絞る。今日に紹介したりとかっていう整理書を送るね。低めの変化球をうまく見極めます。でね、うん、企業単よ、その奥でなんか作業ってことで。空振り三振。それ首じゃん。アウトを取りました。うん、次やったらもう言っちゃろうってね。伊藤。最初の打席は三振に倒れました。だったらね、店のところ迎えに来るじゃん。打ちました。ジュースを出して2アウトになりました。いや、そらせないね、ジュースは。うん、あんた店に出たらもう6時回っとるけ、歯を変えらんねん。バッターはこれレジ打ちやるけ、右肩でレジで、この右肩で。あ、そうか。レジ打ちやるけ、ちょっとと打ったらね、ちょっと歯を変える。微妙なところを攻めてきます。ストレッチです。できるだけ首で、うん、首なんでよ。膝元へ曲げてきましたが外れます。そうなるでしょう、あの言い方じゃ。うん、とっとと帰れなんて私も言われたんだよ。インコース低めストライク、ワンボール2ストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。何だろう、とっとと帰れ言い方は。空振り三振。この回結局3人で攻撃を。いらっしゃいませ。この商品、この商品が他にありませんかって聞いてくるのはまだわかる。バッターボックスは5番 T 岡田。これはなんか最初の打席は三振に倒れました。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるんですからね。気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところも。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。バッターは6番バルディリス。バファローズここまで4連敗。ただ問題はね、押し入れに入らないんだよ。ん、これ持っていく。打ちました。アウト、2アウト。7番バッター。雨降るかどうか。バファローズここまで4連敗。手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。うん、これを見送ります。次の投球が今日の50球目。ファウルになります。あの言い方はな、あの同じ接客業だな。空振り三振。この回結局3人で攻撃を終えています。
結局300分のポイントつけてもらうだけ3円1ポイント1円で配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。ここで代打です。バッター高橋西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあここはねしっかり守りたいですよ。斉藤、この回のマウンドに上がります。ゆっくり急いで帰ってこちらに乗るの。ゆっくり慌てずに急いで帰ってこいで。どっか行くんだって、この感じで。レフト弾く、ボールを拾って与えられたチャンス、しっかりアピールしました。リプレイでご覧いただきましょう。そう、完全に打ち取っとるんじゃがな、守備が下手くそやったな。次から下半期限誰か、レフトは、レフト誰か下手くそ。バッターボックス、川端、イラついてんじゃないで。いや、イラついてねえよ、下手くそすぎて。斉藤、手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。インコース低めのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。ファウルになります。何当ててきやがったか、生意気な。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターボックス坂口、先ほどは三振でした。バファローズここまで4連敗。何やばいやばい、あーツーベルトに変えたんだね。掴んでツーアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは2番大型免許、ツーアウトになっています。結局ランナーそのままです。ラジオトーン、バッター一塁送球、ランナーが出ます。何今のバッティングご覧いただきましょう。下手くだな今のは。マウンドの先発ピッチャー斉藤、今日はボールがよく走っています。バットに当たりません。おしゃれ、ひげだない追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。おしゃれ三振、タイムリーとはいきませんでした。ここは0点に終わっています。今の投球ご覧いただきましょう。ゲームは7回の表です。追いかけるバファローズの攻撃になります。バッターは DH ビデホ。先ほどは三振でした。富山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね。もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。空振り三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックス。西さん、ここはどんなバッティングをしてきますかね。まあ守備陣はね、引っ張ることを警戒した方がいいですね。いいところへ決めてきます。ストライクです。アウトロー、スーッと逃げていくボールでした。ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。見逃し三振、ツーアウトになっています。打席には6番バッターバルディビス、今日はまだヒットがありません。初球変化球がいいところに決まりました。インコース懐をえぐります。すぐに追い込みました。空振り三振、ピッチング。この回3人です。ここで代打です。バッター足立、西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあここはねしっかり守りたいですよ。チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。初球からコーナーをついてきます。いません、ストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターボックスは8番高橋、今日は第1打席にヒットを放っています。
手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。バットを出していきましたが空振りです。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。アウトコース打ちました。ショートに任せます。取ってツーアウトです。バッターは9番川端。先ほどは三振でした。ツーアウトになっています。ファウルです。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振。この回結局3人で攻撃を。ついに最終回を迎えました。バファローズ打順よく1番から始まります。バッターは1番坂口。富山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、あと1人。2球目打ちました。ピッチャーが構えます。取ってワンアウトです。ここで代打です。バッターロッティーノ。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあここはねしっかり守りたいですよ。まずは先頭バッターを打ち取っています。思うか。初球空振りです。154キロがいきなり出ました。インコース決まりました。簡単に追い込んでいます。カーブがちょっとコントロールついていません。すぐやれたかな。この一振りでしっかり結果を残しました。ストレート中心で行った方が良かったかな。バッターはバファローズ、ここまで4連敗。最初は見ていきます。スピードボールを持っています。打ちました。セカンド送球、セカンドフォースアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。あ、受け足が早いんだな。バッターは DH イデホン。先ほどは三振でした。このツーアウトの場面から意地を見せるんでしょうか。ツーストライクを先に取っています。外へのカーブ外れました。変化球空振り。試合終了。日本ハムファイターズが見事勝利を収めました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。うん、そうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は富山聡さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。